はい、じゃあ、匿名希望さんの特難、ね、特難、特難ね、うん、はい、特難、はい、はい、シャーチャ、ドラローソー、うん、シャーチャ、ドラローソー、うん、はい、まあ、赤入りだし普通に、あ、でも縦が見えてきたね、1、2、3、4統一、まあ、これパワーピンでいいんですかね、うん、シャー、シャー2枚切れだけど、うん、ウーピンの保険は効いてる、シャーが安牌、うん、ダメってことだ、まあ、まあなんか特別悪いということもない気が、うんうん、まあ、4統一に月って感じかな、うん、うん、そうね、これはさあ、これはまあ、うん、ここで普通に、はいはいはい、はい、自然に、おお、赤ウソ、ドラガロウソ、おお、これ難しいね、むずいなこれ、何がむずいって、うん、愚形にフォローがすでに入っちゃってる、そうそうそう、ということですね、だから外しづらい、要はこれも赤ウソを切るか、うん、このチーピン、ウーワン、チーワン、ウーピンは触れない、うんうん、から赤ウソを切るかパースを切るかっていう感じですね、っていうことになりそうだよね、ウソを5ブロック目と見込んで、うん、残りの今ウソを使うと考えたら6ブロックあるんで、うん、残りのブロックの中から一番弱いのを外すってなったらパースをパースを、うん、じゃないんだったら5ブロック維持の赤ウソのどっち切るかみたいな感じになるか、うん、7巡目か、難しいね、どうしようこれ、赤ウピンなかったらね結構、あ、それはパーソでしょ、うん、いやそれがやりやすいんだけどね、そうね、うん、チートイもある、チートイのレアルシャンテン、うん、ウソ、手なり3アンコまである、3アンコまである、まだウソでもいいか、もうウソ今ならって言って切りたい気がする、そうだね、うん、この順目だとそこそこの打点はすでに1をあるので、うんうんうん、まあまあ残2リーチぐらいにはなるし、ね、26か残2リーチぐらいに、うん、うん、先切りしたい、チーピン、チーピン1個外そう、あー、チーピンはちょっと良くなさそうかな、どっちかにしたいね、うん、うん、チーピン、チーピン、チーピンだったらウーマンの方がいいかな、まあ俺もそれはちょっと思う、うん、まあ、ローワンの強さと赤あるところは外さないんで、うん、これチーピンを切るってことは赤ウソにくっついた時何切るかってのがまた出てくるわけなんだけど、まあそれはパスまあね、パースを、まあパースになるんだけど、その時チーマン577っていけてもいいのかなという気はするけど、あ、はい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 、うん、そうだね、うーん、チーピンね、チーピンはちょっとな、3個とか縦は残してウソをくっついた時にパーソパーソっていけるプラン、まあでもやっぱりそうだとウーアンの方がいいか、ウーアンの方がいい気がする ね、うん、絶対そうだね、ウーアン切ってチーピン切ってウーソーくっついてパーソーパーソーの形、ウーワン、チーワン、チーワン、まあ選べるだけいいかなっていうぐらいだけど、うん、連続系になる可能性もピン図はあり、うん、ギャンピン3ピンは払わない、うん、うん、まあでも難しくはあるよね、そうだね、難しい、うん、かなり特別チーピンがダメっていう感じの廃止でもない、うん、なんか大差出なそうではあるけどどれがいいかみたいな、うわー、チーマンパーソーって飛んだ、めんどくさい、チーマンとパーソーが飛んで3個が絶望的、うん、にはなった、うん、で3万候補は3万チーマン、ウソウソを切るか、うん、でもやっぱ縦は触れない気はするかな、うん、チートイツのリャンシャンテン、そうだね、あんこになるケースも全然ある、まだある、うん、メンツテオンリーだったら今2枚飛んだのを考慮して7万とかもあるが、うん、あ、そうね、そうね、そうね、
縦残るよね。縦が残るんで、うん、縦にはやっぱ触れない。うん、だからまあ3万か。うん、3万になる。あ、3万。うん、結局これ嘘にくっつかないと前に出ないかもしれないので、うんうんうん、それだったら577で残った方がいいかな。うんうんうん。うん、そうね。あ、もうこの順面の、あ、しかもリーチ入っちゃって、降りと。いいピン。うん。まあ、うんうんうん、いいピンか。うん、リャンピン。いいピン、リャンピン。はい、このあと。現物がない。まあ、急走ですか。パーソーがワンチャンスのアンコ。アンコ。両面オンリー。両面オンリー。三巡使える。使える。VS スーピンの外。スーピンの外。三ピンってこと？なんか変な両ピン出てきてるな。スーピン、両ピン。まあ、言うて三巡が偉すぎてな。まあ、これ確かにニャンピンのつもぎりをちゃんと把握してれば、あ、ニャンピンの出しをちゃんと把握してれば、ね、うん、この時点でニャンピンって4枚目なんだよね。1、2、3、本当だ、4枚目のニャンピンを手出ししてるってことは、うん、これもほぼ間違いなくスライドなんだよね、うん、そうだね、トンより後だからね。そうそうそう、うん、挟んでるんで、うん、ってことで、うん、三ピン、あ、三ピン来た。うん、まあ、いけなくもない、まあ、という感じだね。には見えるね、確かに、うん、パーピン、ウッパーピンはだスライドであるならよ、前提として。うんうん、うん、そしたらもうウーピンも当たらないよね。ウーピンも当たらないね。当たらない。だから355って切っていく、うん、そうだね。スライドであるならば、まあ絶対と言っていいのか。うん、急走ワンチャンスの両面にしか当たらない急走を三巡しのげる急走を、うん、それを上回るほどかってことだよね。上回る、絶対であるなら上回るじゃん。うん、うん、そうだね、絶対なら上回る。ただ読みをここまで絶対のものとして使っていいかというと難しい、うん、難しいけど、うん、でもこれ多分絶対だね。多分完全安牌だもんね、うん、完全安牌だね。うん、いいピンも切っている。うん、うん、絶対と見せよさそう。うん、だこれ特上ってのがちょっとネックで、そう、うん、はみたいな、いや意味わかんないからみたいな可能性があるんだよね。まあそうね、うん、それがなければ絶対じゃんロジックで言うなら。まあそうね、リャンピンが4枚見えたことにより、まあとはいえ結構特上に限らず人というのは何をするかわからないものなので、うん、そうだね、信用はしない方がいいよね、うん、他人の手順を。2445から4切って安牌離してわざわざ後から2を切ることだって人はあると思うので。そうだね、うん、確かに。ということを考えるとね、このワンチャンス縦に当たらない急走三巡いけるっていうのはめちゃくちゃ強い、うん、そうだからよね、うん、この盤面ちゃんと捉えずに、うん、だからこれをから両ピンが4枚目とか、うん、スライドだとか、うんうんうん、っていう読みを入れずにこの盤面を見た場合、うん、絶対に急走、うん、うんうん、なんだけど、うん、じゃあそれが読みで覆るかってことだよね。っていうことだね、うん、まあこのケースに限って言えば、うん、覆しても良さそうに俺はちょっと感じるかな。ジャンピー4枚目トーンを離している、結構スライドって断定できることがあんまりないんだけど、その中でもこれは断定してもいいんじゃないかっていう、うん、確かにね、そう思うね、うんうん、だからそれを考えての3品だとしたら、うん、めちゃくちゃ強いこの人、多分強い強い強い間違いないちゃんと見えてるし、うん、でもなんかなんとなく数品の外だから切ってるんだったらちょっと危ない、うん、それは急速切った方がいい、ねうん、けど今言った話を両品4枚完全安牌トンを挟んでる両品がスライドであるなら3品が切れる、うん、で3品ウーピンウーピンっていうプランで行くつもりなら
めちゃくちゃ強いね。強いね。うん。うん、そこは検討いらない、いらないかもしれない。いらないかもしれない。で、二件リーチ。今度は三ピンが通ってない。うん。ああ、なるほどね。これはダメだね、絶対。これは厳しいな。だからこれは、さっきも言ったけど、この3ピンがスライドである前提であるなら強いって言ったじゃん、うんうんうん、で正しくなり得る。これを急走切りが本当はだいたいいんだけど、うん、だいたいね、うん、それをひっくり返すだけの威力がここの読みである、うん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 、覆してる3ピン、うん、だとしたらこのリーチを受けた時に切る牌は絶対にウーピンだよね、 ウーピンだね、うん、でもここでウーピンを切らずに3ピンを切るっていうのは、ここで3ピン切るのは絶対にない。そうだね、うん、うん、下ちゃんに対しての3ピンの情報ってマジないからね。ないね。サブローピンの否定は一切ない。スライドしてる話があったのでワンチャンスの3ピン、うんうん、でもスライドしてるんだったらね、ウーピンそうそうめっちゃいけるからね、ことになる、うん、から厳密に言ったらこれウーピンなんだけど、うん、ここで3ピン切れることって多分あんまりないから。そうだね。ここで急走切っていい、結局急走になりそうか。999、2件リーチ受けた後もダブロンないしね。そうそうそう999になってそうですね。うん、結局この後困っちゃうんでね、1枚いけても。で、この場面でスライドだっていうのを考慮してない場合、うん、してない場合ね、うん、してた場合はウーピンじゃん。ああ、まあそうだね、うん、してない場合はこの場面3ピン現物だけ、うん、G1 が現物。これはこれは急走いこうかな。急走はダブロンは絶対ない。ダブロン絶対ない。あ、でも急走いくなら先行ってたかったな。そうだね。うん、でもその情報がないものとしてだよね、うん、っていうか不明なものとして考えて、現物の G1 を問いと落としか選択肢あるのはね、うん、現物の G1 を問いと落としか、ね、うん、まあ、ピンズはとりあえず除外してウッパーソーもない、うん、マンズだ、 G1 か急走だね。 G1 か急走、うん、で残りが2巡、2巡だね。残り2巡半、2回切んなきゃいけない、うん、だまあ G1 か急走か、うん、どうなんだ。こういう時って大体片方に通ってるものを切ろうっていう話があるじゃないですか。あるある。だからこれワンチャンスじゃなかったら、うん、絶対 G1 統一落としだよね、うん、例えば。ただこの急走ってまあ、うん、1人は絶対通るんでね、うん、そうだね、うん、意味合い的にはそんな変わらん。変わらんで G1 にはカンちゃんが残ってると。残ってる。パワーワンチャンス。その辺に壁は全然ない。ない。で、タンヤオが絡む、うん、赤馬もまたぎ、うん、打点的な比較が、急走の方が安い。そうね。ってなると、やっぱり急走になるのかな。やっぱり急走かな。うん。うん、あ、びっくりした。びっくりしたね、今ね。これやっぱ、うわ、当たってたって思ったわ。気になるな。あ、ちげえわ。マジ危ないね、本当に。読みなんて本当当てになんないわ。いや、本当当てになんないね。はぁうん、なるほどね。読まない方がいいね。っていうわけではないんだけど。だからやっぱ断定するのは危険ってことだよね。危険だね。これだけ条件揃ってんのに。そうだよ。あんだけ条件あったじゃん。いや、これはわかんないわ。いい。あれはさ、うん、しても良さそうだったよね。断定しても良さそうだった。うん、それぐらい、それぐらい情報が揃ってた。なのにだよ。うん。なのに違う。全然違う。ああ、なるほどね。うん。うん。だから危ないと。人は何するか分からない。分からないと。うん、いや、これはちょっといい勉強になる、ね。いい勉強になる。これは本当、これだけ揃っててこれだったらね。そうそうそう。うん。ちょっと馬振りたくなるもんね、この情報気をつださ。なるなるなる。ジャンピン、うん、うん、ジャンピン、トーン挟んジャンピンって確か、あれジャンピン4枚切れになったぞ。あ、じゃあこれは、スライドだな。なるね。なるよね。ピンズの5から下は全部いけるなって。あ、いけるな。あ、ウーピンも通るな。で、馬振りたくなるけど、やっぱシンプルに999で、大体良いと。うん、
いうことでしたね。メンツ次第では使えるかもしれないね。そうだね、うん、だから特上とかそのアンノーン相手だと、うん、やっぱそういうのには頼らない方が大体良い。アンノーンっていいね。アンノーンでしょ、うん、そうだけどだからこの3品もやっぱ急走だったよと、うん、まあそうだね、うん、ということもあるし、やっぱ端っこのアンコとしてつらいじゃないや、強いねっていうことだよね、うんうん、はい。バイマンを恋どうしたね。バイマンだって今、うん、高っ、高め、うらうらリバーシブルめっちゃだるいじゃんあ、でも赤嘘入り、ドラの赤嘘入り、ドラ、はい、うん、トン2曲もうこれは飛ばしやるぞと、うん、前提。あれ0点飛びだっけ。0点飛ばない、飛ばないんだ。のでのでってことあるじゃん、うん、普通にやりますね、うん、赤嘘を使って、うん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 、パーソー、リーマン、これはウッピン、これはリーチかな。リーチ打ちましょう。リーのみ、これカンパーワンで張ってた場合、そう、そっちを考えてたけど両面の方はリーチだな。両面残りはしかも7巡目、8巡目、8巡目はリーチ打ちそう。この瞬間7巡目にカンパーワン、リーのみでテンパイ、ダブドラ、うん、はカンパワンリーチ打つ、打たなそう。やっぱ打たないよね、うん、打たなそう。俺も最近打たないようにしてるんだよね、うん、リーのみ、しかもダブドラだしね。そうなんだよね、うん、まあこれは両面なんで、両面8巡目なんで、うん、3層2枚目、数層1枚目、これはリーチっていうところですね。はいはい。お、あれあれ、もう開ける。あ、一発だ、利息、うん、うん、2番手、はいはい、2番手で親番、あ、そうか、得なん